はい、皆さんこんにちは、大金モデルスでございます。はい、今回はね、旧キットっていうのか現行キットなのかよくわかんないね、まあ144分の1のザブングルの2代目主人公機ウォーカージャリア、改造続きやってまいりたいと思います。144分の1のウォーカーギャリアは発売されてなかったような気がするんでね、新しくね、現行旧キットみたいなね、おかしな感じになってますけどね。 R3 というシリーズで100分の1が多分出たと思うんですけどね、まあ、詳しくはバンダイさんのサイトでご覧くださいということでね、前回まででここの型の軸ね、やりましたけども、今回ね、最難関とね大気が思っております。腕部分やってまいりたいと思います。はい、腕がこんな感じでね、もうね、まあ手はね、なんかシュッとね、もうたい焼きの手と似てますね、このね、オーバーキャリアね、長さ的にもう大変な感じがしますねということで、また骨組みというかね、中身はこの HGUC のザクね、優秀な関節が入っておりますね。これを使っていこうかなと、まあここら辺ですね、使っていこうかなという感じでございますね。あ、ここもね、そのまま使いますよ。はい。ちょっとバラしていきましょうかね。まあどんな感じにやろうかなというのがねあるんですけども、まあ、これね、まあ、関節軸を移植っていうのはやっぱりねすごく難しいね、ことだと思います。新設でね、このポリキャップなんか使ってね、もしくはウェーブさんとかのね、やつ使って単純にね、本当にこういう曲がる軸とね、こういう棒がついてるのでこうやったら簡単は簡単だと思うんですけどね、なるべくね、こういうね、まあ、ジャンクになってるものを使ったりとか、まあ、正直言うとね、まあ、こうボールジョイントでね、こうボールになってて、こういうボールになっててこうはまってこう動くっていうねありますけど、あの強度がね、関節強度がちょっと弱いんじゃないかなと思います。やはりガンプラっていうのはね、まあね、すごく考えられて作られてるね、優秀なプラモデルだと思いますので、そこら辺をね利用していこうかなと思います。はい、でね、バラしていきましょうか。まあどういう風にするのが正解かなってね考えながらね、先ほども1時間ほどやったんですけどね、はい、やった後で撮ってるんでね、うん、答え出てるんですけどね。あ、ここら辺でも外していきますね、これなんか大気接着してるんでね、ここら辺ちょっと削って穴開けてから、穴開けてから割っていきます。大体で開けていいんですけどもね、まあ、ちょっとね、なんとなく真ん中ぐらいにね開けれればなと思ってやっております。そしてここの穴ね、ちょっと広げておきたいので、この穴ね、またタミヤさんのね、TRF ブランドボディリーマン、ラジコンのね、ボディに穴を開けるやつね、少し穴を広げてね置きましょう、そのぐらいね、はい。で、まあこっからなんですけど、結構ね作業がいっぱいいりますのでね、簡単に説明してから完成品をねお見せしようかなと感じでございますね。この手首がね、ここ先だけねこうなってて、ここのポッチがなんとなくこう入りそうだなということでね、そして内袖というかね、出てるとちょっとおしゃれかなということで、ここ切っていきます。はい、まあ、あまりねグッと割らないように二段切りしてね、はい、二段切りってわかりますか、久々に言いましたね。ニッパー当ててね、こう、まあここ白くちょっとなってますけど、そのままパーンと切ってしまうとね、ここら辺までピッてひびが入ってね、割れてしまうことが多いです。それを防ぐためにね、一回クッと握って肩をつけてから、こんな感じで肩をつけてからね、切ります。そうするとね、
肩をつけた以上にいきませんね。白くなってますけど全然あのひび割れとか入ってないでしょ、これね、切ったところ。それ二段切りって言います。まあこう道具の使い方というかね、なんていうんですかね言葉を濁して言わないとね、怒られちゃいますんでね、なんかあのぶっきらぼうに喋るとねすごく怒られちゃうんでね、はい、プロの方が工具を使う時の工具の使い方と、まあ一般の方ね、まあ俗に言う素人の方が工具使う、そうですね、少し違うように大気は感じます。はい、そのね、プロの方が道具を使われるとき、その道具がどういうふうに作用して、ものにね、材料に作用して、するかというのを考えながらやると、この二段切りということに、行き着きました。他の方がやってることは知らないですけどね、プロの方とかがね、やってるかどうかは知らないですけども、まあこんな感じでね、ニッパーも、クックッと、握るとね、こういう熱い刃の、これタミヤの2800円ぐらいのニッパーですけどね、熱い刃でも物をね壊さないでできるんじゃないかなと。あとはこれをこういっぺんにバーンと切ってしまうんじゃなくて、この前ねツイッターでねちょっと製品名を言うとあれなんで、神の手みたいなニッパーね、神の手っていうような感じのメーカーのニッパーだね、ありますけど、それはね割れたと、ニッパーが折れたっていうのをね、ツイッター上げられてる方いましてね、それ折れるのも使い方、これ何ミリかな、これだいたい4ミリですね、4ミリ、まあ中入ってたとしましょう、これ空洞じゃなくてね、そのままバーンって切るとやっぱり衝撃波でね刃が欠けたりします。硬さでかけるんじゃなくて、こうパンってやった時にパチンって、ね、音鳴りますよね、それが衝撃波ですね、はい、その衝撃波でね結構物が壊れたりします、はい、こうやって少しずつ切っていくとねパチンって言わないんで、本当に反対側でもう一回しましょうか、本当にこう少しずつこうやって切っていくと音しないでしょ、これ音しないってことなんです。最後パチって言いましたけどね、ちょっと少しずつ切ればね衝撃波生まれませんのでね、はい、壊れにくいかと思います。まあ道具は使いようね、言いますけどもね、はい、でまあたい焼きはねちょっと不思議に思ってるのが、いつもねこうたい焼きの周りにはプラモ初心者の人がね結構来るんですよ。お店もしてますんでね、模型店してますんでね、ラジコン屋さんですけどもね、まあやっぱ模型のことも聞かれるわけですよ。その聞かれた時に、こうちょっと喋りながら切っていきますね、ここはいらないところね、はい、聞かれた時に、まあ答える時に、まあ、難しいなって思うのはその肩の道具の使い方もありますんでね、一概には言えないんですけどもね、はい、ニッパーを例にとると刃物ですよね。こういうこれまあタミヤのデザインナイフですけども、これもちょっとねこの前まあまあ刃物の話しましょうか。これ先かけてますよね。これクッてやってこうこじった時にパキンと折れるんですね。なので刃はこうは強いですけど、こう横に対してはね弱いんでね、もちろん日本刀とかもですよ。横にこうやったらすぐ簡単にパキンって割れることもございます。はい。なんでね、道具は使う力を入れる方向、もしくは力を入れる具合、ね、がすごく大事に、ね、なりますと。道具は使い方次第で、ね、ってなります。あと、鋭さを求めるんであれば、生蔵の包丁でもね、すごい、上手な料理人が材料を切るとスパッと切れます。もちろんハサミもそうですね。なんとかとハサミは使いようって言ってね、ハサミの使い方で切れ味がありますのでね、すごくいい道具を使うのも一つの手ですけどね、頑丈なタミヤのこのニッパー使ってるのは頑丈だからなんですね。そして切れ味もまあ一流品にぐらいにはあります、なんでね、まず頑丈さを求めてます、大液はね、
でそうやって選ぶといいのかなと思います。そして、さっき言いかけたねこの最近たい焼きはね、あの YouTube のショート動画を結構見てます。でやっぱり見てる部類が模型系が多いんで、模型のねなんか粉作りましたよとか道具の紹介とかねショートで出てきます。それでちょっとクスッと笑ってしまったのが、使えるデザインナイフ5000みたいなね書いてあって、タミヤのこのデザインナイフも入ってたんですけども、その前後にオルファのデザインナイフも入ってました。はい、これねご存知の方はね、クスッと一緒に笑ってもらえるかなと思うんですけど、これオルファなんで、あのタミヤって書いてるだけなのでオルファなので、形が違うだけで全部一緒です。色と形が違うだけで一緒です、はい、同じ会社が作ってますので、5000の中に3本オルファ4本だったかなオルファが入ってて、いや全部一緒やでって思いながら見てました。あ、すごく面白い動画だなと。ギャグで作ってらっしゃるんでしょうねあれね、はい、タミヤがオルファに頼んでタミヤと入れてもらって作ってもらったデザインナイフだと思います。はい、たい焼きがタミヤの人に聞いた時はそう言ってましたんでね、はい、なのでね、まあ面白い動画作られる方おられるなという話ですね。そしてここを切り欠きましたんでね、この実はここもこのまま入ります。こんな感じで袖口がチロッと見えておしゃれかなと。で、こちら側もねパツッと切りましょうかってなるんですけど、まあ時間かかるんでね、このままこう蓋できますと。そしてこれを割って、これ中に入れます。はい、中入れるときこのポッチがいりませんのでぶった切りますと。はい、でこの幅調整とかして入れるんですけどもね、そしてこの下の方、このここですね、ここの面使います。で、出来上がったのがこちら。はい、開けてみましょうか。こんな感じになっております。まだここ接着しておりませんけどね、こんな感じで、はい、この部分ですね、はい、この部分を使います。こんな感じ、まあ、厚さでいうとこの外側の底1枚剥いたぐらいでちょうどね、横幅がちょうどになります。はい、こちら側もちょっと開けましょうか。いいよ、これポリキャップも仕込んでるんでね、たい焼き、大好きなオリジンの11番ポリキャップ、こんな形のやつですね、をプラガム、いつも使っておりますね。オリジンガンダムのランナーを溶かして使ったプラガムを軸にしてね入れております。そしてこれも接着はしてないんですけどね、はい、ここですね、ここ無加工というかここ切っただけです。ここ切っただけでここ入ります。ただ入れるためにここをね、隙間調整、ここもうちょっと長いので、それと上から見た時に違いが分かると思うんですが、厚さが違います。内側をこう削ったりも3分ぐらいまで。そしてここの穴をまたプラガムで埋めております。埋めないとねこう稼働した時にこの穴が見えてしまいますのでね、はい、こんな感じで埋めております。これまあ接着後でしますけどもね、はい、よっ、こんな感じね、はい、まだねプラガムが乾いておりませんので、ね、中心ずれますけどもね、はい、こんな感じになります。そしてこれね、まあなぜこうやってるかっていうとね、後でこうパツッと抜けるようになればこう白と緑塗り分け簡単になりますのでね、はい、こんな感じに出来上がりましたということでね、カードをお見せしましょうか、はい、こんな感じでございますね。ちょっとちゃんとはめてましょう、はい、ちゃんとはめるところなんで、はい、こんな感じで、でこの動いた時にここに少しね穴が見えるんで穴埋めております。はい、どうでしょう、かっこよくないですか。はい、まあ、こんな感じでね、関節軸作って、おります。はい、で、まあ肩軸なんですけどね、肩軸はちょっと時間長くなってるのでまた次回以降ということでね、はい、こんな感じでやると内部メカも再現されてるみたいでかっこよくなったんではないかなと思います。はい、またオーカーギャリエもね、ザ・ウングルも
だんだん続けていきますので、ダンバイン系もね、好きな方はダンバイン系もやっておりますので、ね、ぜひね見ていただけたらなと感じでございます。はい、それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、もう2つチャンネルやっております。体育旅隊 RC ラジコン動画という方ね、ラジコンの走行動画と、最近始めましたね D ラボ模型研究所、はい、アルファベットの大文字 D-ラボはカタカナで模型研究所漢字でございます。メインアシスタントにはね、ウリという方がね、手伝っていただいてます。たまにアタリンという人も出ると思いますので、ね、そちらも登録してよろしく応援お願いします。それではさよなら。